皆様ごきげんよう。今日なんですけど、こちらの帽子のつばを曲げていきたいなと思います。つばの曲げ方をちょっと紹介していこうかなと思います。手でガッて曲げてもいいんですけど、ちょっと変な感じになったりするんで、ちょっといろんなものを使って、ね、綺麗に曲げれる方法があるので、これはそれを紹介していきたいなと思います。まず帽子を濡らします。濡らしていきます。はい、こういう感じで、つばの部分ですね、主にを濡らしてきました。で、使うものなんですけど、これですね。これつばを曲げる専用のものなんですけど、これ確か300円で僕買いました。これを持ってない人は、まず持ってないと思うんで、これをまず持ってない人向け、持ってない人はこれですね、に紐でくくりつけるっていう感じなんですけど、ちょっとそれをやっていこうかなと思います。まずこういう感じで軽く曲げてもらって、手で、でここにこうつけるっていう、その時にここですね、こことここは絶対まっすぐになるようにしてください。じゃないと変な形に曲がっちゃったりして肩がついたりするので、それで紐で、くくるっていう感じです。はい、こういう感じですね。これで完全に乾くまで、日向で干してください。日陰に帽子って干した方がいいんですけど、日向に干さないといけない理由は、ちょっと変な感じになったりして、ちょっとつばが緩くなったりするので、日向に干してください。はい、あれから6時間ぐらいかな経って、乾いてます完全に。なんでこれを外していきたいなと思います。こんな感じですね。はい、かぶってみると、こんな感じになってます。でもかぶってみるといい感じになってるんで、はい、いい感じになると思います。こういう感じですね、僕の巻き方は。まず、帽子を、まず帽子を濡らす。そしてこういう丸いものにこうやってくくりつける。その時にここですね、ここがまっすぐになるようにしてくくりつけて、日向で干してください。日陰で干すとここがゆるゆるになったりするんで、日陰日向で、完全に乾くまで干してください。そうすると、こういう感じになります。はい、そういう感じです。これは多分、どこだったかな、ヤフーショッピングで確か買ったんですけど、探してもらえば出てくるかなと思います。っていう感じで、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。